はい、手のひら、ゆがと、もみの木、ひかるでございます。はい。皆様どうも、ごきげんよう。はい、本日はですね、はい、90年代喋ろうかと思ったんですけれども、はい。まあまあまあ、今世間で賑わっておりますね、うんうんうん。あの話題をちょっとね、あのシリーズをちょっと喋ってみようかと思いまして。そうです。2006年。6年。うん。星組さんの、うん、ネオ・ダンディズム、イエーイ。はい、また今度ね、うん、あの宝塚大劇場ではモア・ダンディズムが、うん、行われる、公演されるということにちなみまして、はいはい、まあ、スカイステージさんでもね、今、うん、ダンディズムシリーズっていうのはこの9月は放送されるということもあり、まあ、初演の前向き様のダンディズムに関しては、うん、あの以前にお話しさせていただいたことがあるんですけれども、はい、まあ、小関渉さんのね、はい、まあ、再演って言っちゃ再演っていうか、まあ、そのシリーズの第2弾の方は喋らせていただいてないなということで、はい、この機会に小関渉様のネオ・ダンディズム喋らせていただきたいと思います。初めてやね、渉さん。そうですよ、渉さん初めて。好きやね、渉さん。もう大好きなのよ。大好きなんですよ、もう。ネオ・ダンディズムはね、うん、あの皆さん、あのパラデッソから始まるんですよね。そうよ、私初めて見させていただきました。あ、さっきね。そうです。ちょっとプロローグかっこよくない？めっちゃかっこいい。あの最初から大階段出るパティンですよ。そう、パティンよ、パティンよ。そう、パティンよ、はい。で、幕開いたら、あの男役さんがね、うん、ザッ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 って4列に並んでるっていう。そう、でも、あのちょっと列で出てくる感って、うん、あの初演もまあ彷彿させるような感じよね。そう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 、そうです、お客さんのみが4列で待機されてる状態なんですけど、あのやっぱり衣装よ、いいよね、いい。なんかさ、あの初演のパラディストってスーツやったから、スーツスーツ、まあ、そのイメージやん、どっちかっていうと。そうですよ。でも今回はちょっとチャイナっぽいね。かっこいい。あのブルーの竜、そう、竜のマークがあって、裏地がピンクっていうね。そう、でハット、そこの真ん中にこう降りてくる小関渉様ですよ。これがもう真っ白にゴールドの刺繍の、あれもチャイナ服っぽいの、ロングのね、うん、青材っぽい感じのね、帽子かぶってた、帽子かぶってあります、ね、でそこであの歌が始まるわけですよ。ムーメーの、ね、違うやろ、あれ、それしなかったっけ、違うや、ダンディズムから。ダンディ、そうや。美しく、あ、美しくやったっけ、そうや、そっちや。で、そっからのや。で、ダダ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 やな。そうですよ。すみません、でした。大変失礼いたしました。はい。もう洗脳されてるからね。そうそうそう、もうね、やっぱりね、やっぱりね、もうね、パラディッソって言ったらもう、もうミキさんの、もう絶対出てくるんですよ、もう。びっくりしたわ、今。もうね、渉さんが銀鏡に行ったと思ったら次、あの、アラン慶様が降りてきて、東子様の歌に合わせて、その、渉様とかが踊るっていうね。そうなんですよ。お互いの一番得意分野を存分に、プロローグから生かしてくださるっていう。うん、はい、そうです。途中で白羽ゆり様が出てきて、うん、かわいい、かわいい、赤いチャイナでね、そう、大好き、ね、こう渉さんがこう超える時にね、うん、後ろにくっついてこう、なんかこう、こういう振りがあるんですよ、そう、なんかこう、こんな感じのね、もうその時のこの渉様とあの白羽ゆりちゃんの密着具合とこの顔のここの位置、最高にいいんですよ。それずっと言ってたよね、うん、いいの、この距離感、距離感がね、やっぱりさ、ここに隙間があったらさ、うん、ファンとしてはなんか、うん、あ、もうちょい、もうちょいもうちょいっていうね、あるんですけど、もうピタッといって、もう ここの位置も最高で、身長差があるから、そう、またね、ちょうどいいんですよ。確かに、あの密着と一体感はすごかったと思う。一体感あるでしょ、他の場面でもそうなのよ。そうそうそう、キャリオカだったりとかね、うん、そういう場面でも、うんうん、お二人のちょうどこの密着の具合が良くて、あれやっぱり娘役さんの、うん、あのこう入り具合とかもあるでしょ、ある角度と、うん、もちろん男役さんがどの角度で待ってらっしゃるかっていうのもあるし、はいはいはい、それにうまく入る娘役のこれですわ。あ、なるほど、やっぱり、ね、うん、やっぱりお二人の信頼関係とかもちろんあるでしょうし、うんうんうん、もうここまで行っていいのか、うん、ここまでの方がいいのかとか、あ、なるほどなるほど、ね、行き過ぎるとお化粧がつきたりとか、いろんなことがあるから、はいはいはい、計算しての、計算、うん、しての、で身長差ももちろんありますし、ヒールの高さとか、ね、うん、
でもね、それがね絶妙にいいんです、うん、ね、分かりましたよ。あれはプロローグで本当ただもうテンションがボンっていきますから。分かりました、分かりました。もうこれはもうダンディズムシリーズね、間違いないですね、はい、間違いないですね。ガウチョの場面があるんですけどね、ガウチョ好き、こういうガウチョっていうんですか、こういうなんかあパンツのね、パンツみたいな、うんうんうん、はい、ガウチョパンツみたいなの履いて、うん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 、で、まあ、こういうスペイン帽みたいな、なんかこんな帽子かぶって、はい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 、娘役さんとね、うん、結構大口で踊るっていう。であれ途中で男役さんがムチ持ってくるんですね。あ、持ってた。それの渡るさんのパンパンってこのキレ、はい、渡るさんって基本動作がめちゃくちゃ早いじゃないですか。早い。キレが凄まじいじゃないですか。ほんとジャックナイフのようなキレ味よ、渡るさん。だから本当に周りの方とスピードが 1.5 倍ぐらい速いのよ。はい、早い早い早い。あれがいいね。だからあのムチの、うん、もちろんさばき方とかもね、うんうんうん、もう上手なんですけど、はい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 、そのスピード感がもうクワーってなるね。だから何人かでムチ持ってはったけど、うん、渡るさんだけめっちゃ早かった、早かったやろ、めっちゃ早かった、高速やったよ、高速やった。でもね、やっぱあれが小関渡様なんですよ。そうね、あのダイナミックさ、ね、あれはちょっとね、うん、あの小関渡さんのさよなら、うん、あ、そうかそうか、ショーでもあったので、うんうん、ちょっとさよならテイストは入ってるんですけどね、うん、ありましたね、みんなに見送られてっていう、うん、そうですね、めちゃくちゃいい。まあ、そっからのやっぱキャリオカはね、うん、あのネオダンディズムの方でも、うん、もちろん小関渡さんもさ強烈やんか、あの強烈よ、個性、はい、個性的やん、どっちかっていうと、うん、でもあのこう上からこう振り返った瞬間のキャリオカのさ、はい、美しきキャリオカっていう、はいはい、あれがなぜか前向きさんで流れてくるのね。もう洗脳されてるよね、ミキさんにね。そら洗脳されてますよ、あなた。だからそれを思うと、はい、渡るさんでこれだけ個性に早いのに、はい、ミキさんに本当すごかったんやなっていうのを実感したっていう。そうね、うん、でも渡るさんもめちゃくちゃかっこいいんですよ。めっちゃかっこよかった。軍部が多かったやん、やっぱり多かったやんか、うん、やっぱりその中でさ、うん、やっぱりあの喋ってたやんの前、あのエマ直樹さんとかさ、そうベテランさんがね、本当に渡るさんの隣でね、うん、踊ってらっしゃるんですけど、うん、もうその踊り方がね、もう昔のね、肩、うん、のこの何、私が大好きの肩崩れしないやつね、もうここの四角がもうね動かない、きっちり守られてる。やっぱね純子さんクラスになるとさ、うん、もうこの首の角度とこの時の目線とかさ、かる使い方がめちゃくちゃ上手なのよ。めっちゃ分かった。だから本当に黒鉛筆の場面がもう一番わかりやすいよね。わかりやすい、うん、皆さんがねいてらして、だってあの他の方、うん、やっぱ周りの方って身長めちゃくちゃ大きいやんか、はい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 、さんとかでも、うん、その中にやっぱ純子さんいらっしゃるとやっぱちょっと小ぶり小柄ではあるんですけど、もうね踊り方見てたらもう、うん、あこの人って思ったらやっぱり純子さんなんですよ。純子さん、あのぶれない、ぶれない、ね、見せ方がうまい、でもう気崩れしないっていうのしない、動かない、ね、うん、これですよ、もうこれがエンビみたいなね。ねえ、うん、でも渡るさんのすごいところさ、渡るさんめっちゃ動くけどさ、うん、崩れないのエンビが。すごい。あれもすごい技術よ。うん、もしくはそのめっちゃダイナミックに踊っているように見せてるっていう見せ方だからなのかもしれないけどね。うん、見せ方じゃないかな。さよならテイストのね、あのみんなで踊る場面みたいなのもありますし。うん、あそこ良かったわ。良かったよね。良かった。で東子さんが歌い、渡るさんが歌いみたいな、うん、もうポン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 変わっていって、渡るさんのね。うん、シェネの回転の速さを見てほしい。シェネって何？シェネってあのくる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 ってあの回っていくやつ。回っていくやつ。うん、普通にくる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 って回るやつあるやん。はい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 。移動しながら回るやつ。はい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 。まあ、普通のこういうターンとかでもそうなんですけど、はいはい、人より本当 1.5 倍速いんですよ。くるって。あ、ターンがね。ターンが速いの。はあ。キレがすごいの、もうやっぱりもうそれやなっていうのが、うん、でもフィナーレナンバーはもちろんね、うん、あの東子さんのオールバイマイセルフに始まりましたよ。はいはいはい、素敵でした。いい。あれやったかな、東子さんの髪型がこう。あ、それはね、もう一つ前やったっけ？もう一つ前の全員軍部みたいな場面ですね。うん、で男役のまあ軍部があり、うん、黒鉛筆があっての。うん、最後ねデュエットダンスもあれも歌があってのデュエットダンスでね、はいはい、なんか美しいよね本当ね。白羽ゆりさんがね渡る様を男に見せるんですよ。そうです、あの本当エレガントさって言ってたのよね。もう品がすごいね、品が終わりでね、もう、うん、一個寄り添ってこう手をかけるだけでも、はい、こっからのさと、あ、この近づく最後のこのスピード、はい、これこれこ
こが大事やねこの最後の最後のこの触れる瞬間までがとても大事そこやん見せ方としては見せ方はそう分かりやすかった今のでしょ、うん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 、同じスピード感ではダメなのよそうやねこう来たらなるねなるねなるねこうなるんです見てる人はねねねそのエレガントさ、優雅さ、娘役らしさ、そうね、それが可愛い、可愛いね。こっちがかっこよくなる。そう。ね、もうね、ネオナンディズムはそういうところがもうね、うん、全編にわたって見れますからね。見れますね。うん。本当今見るとスターさん揃いよね。そう。やっぱりあの豊子さんがやっぱりね、うん、踊りのセンスっていうか。宝塚、あ宝塚って思う。分かる。動かないのよ、うん、豊子さん。そう。抑える派なんで、抑えて踊る派な、見せる派なんですよね。素晴らしいと思ったね。キャリオカでね、全員が何人かで群舞でポンって出てくる、はい、無駄な動きをしないっていう。しない。グッて抑えるんですよ。はいはい。全員で踊ると分かるね。うん、なんか。やっぱそれぞれの個性がね。うん、個性が。うん。うん、そのキャリオカの豊子さんの出てくるところは、はい、注目です。注目。うん、あと、柚木レオンさんとかね。かっこいい。でも、打って変わってダイナミック。そう。うん。うん、渡辺さんとちょっと似てない、ね、似てる踊り方がね、うん、ダイナミックさんっていう面では。そうそう似てる似てる。なんかあの二人が一緒に踊るとね、本、う、当、ん、迫力があるんですよね。ありましたね。うん、もちろん、初演のダンディズムはもうね、神ですけれども、うん、もうネオダンディズムももう見どころ満載で満載でした、ね、面白かったね、うん、ほんといろんな場面がありますし、はい、初演のねなんていうんですかそのまま持ってきた場面もありますし、うんうんうん、ほんと見応えたっぷりなので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、それでは手のひらゆがともみの木ひかるでございました。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ダンディーね